穴ですこの前ですね新潟中越地方と三重県沖の地震の動画あげたと思うんですが昨日ですか記事が載ってましてどうもあの地震のことを「新発地震」っていうらしいんですよ。 深い出発のパーツで新発地震でああそうなんだと思ってそれでねあのその深いところで起きるとこの普通地震って震源があってその上からこれ同心円状に震度が広がるじゃないですか。新発地震ってていうのは深すぎて その真上まで伝わりにくいらしいんですよんで太平洋プレート沿いに太平洋プレートの方が伝わりやすいんでその太平洋プレートをこうやってずっと日本列島深いとこありますよねそれを伝わって遠いとこで遠いとこでこうやって発生するらしいですね。こうやっってて太平洋プレートがあって この伝わって、この地,地上に近いあたりで、こうやって。発生するんですかね。その辺のメカニズムというのは、ちょっとわかんないですけど、とにかく、あの、太平洋プレート沿いに。遠くであっても、それを伝わって、上に。あの、地震を感じるって感じなんですよね。まあ、そう。まあ、この間の動画で話しましたけど、中越。の時は。太平洋沿い。とか。えらい。 遠くのとこが、ね、揺れてで三重県沖の時はあっちの方が380キロぐらいの深さですから、うん、東北っていうかねえらい全然違うとこが揺れたりね過去にもねどうもその三重県沖のすごい深いところで起きたやつは東京首都圏が揺れたりっていうのがあったみたいでまあするとねこの間今猫ですね猫は泣いてます。 でこの間話した通りやっぱりこのすごい深いところで、まあ、プレートであろうとなんだろうと揺れると上が影響出ないはずがないんで、うん、ちょっとね気持ち悪いなとは思いますよね。でさっきも千葉の東京湾の方ですかね、うん、その辺で震源の地震がありまして。 80キロぐらいの深さだったんですかね深いですよでまあ関東そこそこ揺れたんですがなぜか神奈川の真ん中あたりが一番高いんですよんこれもやっぱね深ければ深いほどどこがどこで震源が高くなるかわからないってことですよね深い震源のこと地震のこと新発地震で それに伴う揺れのことを異常域って言うんですねこれあの例えばあの自分の動画って病気の人も見てるんですがもうずっと前に話しましたけど例えば地震で家がた,た崩れるとか、えー、崩れなくても何て言うかなじゃあ 明日病院に通わななきゃいけない、け1週間後病院通わなきゃいけないっていう状況の時もし大きな地震があって震災並みで病院がすぐ通えない家が倒れ崩れて薬が手に入らないそういうのを防ぐためにっていうあのことを話した昔話したことがあるんですがこれ実はですね、うん、まあどんな病気にも当てはまって。 絶対薬の必要なな病気ってあるじゃないですか糖尿でも何ででもそれみんんな同じだと思うんですよ、まあ、自分もね急性期に考えたんですねもっともっと不安の強い、あのー、時期にこれ地震があったらどうしようってあの薬がないとかなり困るなっていう時期があったんで、まあ、今ももちろんそうですけどもっともっとね、あのー、症状が強かった時期ですね考えたんですよ。 ですからね例えば防災用具と同じように寝床にそのバッグの中に必ず、まあ、1週間なり2週間なりある程度の薬量を絶対に置いとくとか、まあ、そういうねいざという時の薬のことを考えてなんとかね個人個人で考えておいた方がいいですよ。 まあ自分はね昔はあのひどい時は寝床にないと発作が起き,起きてたんで置いときましたけど必ずね薬の瓶を持って、まあ、どこに行くにもどこに行くにも持ってましたけど今もうそんな不安はなくなったんで、まあ、外出する時はねいざという時のために必ず持ってきますけど寝床とかねそれほど気にしなくなったんであれですけど、まあ、それでもですね ちょっと地震が起きたときは手元の近くにあれば薬は必ずこうやって持って待機待機っていうか身構えますね。まあ、本当によく考えてみてくださいよ。ある程度の期間薬がないとどんだけ困るか。薬の常用量の離脱も必ず出てくるし、もちろんね常用しなきゃ生活が あのままならないんで、うんその辺はねしっかりとの考えた方がいいと思いますね。別にこれは不安地震のこともそうですけど、不安を煽る動画じゃなくてあの大切な注意喚起ですね。うんまあ地震なくぶっちゃけあのいくら予報士が予報出しても、まあどこで起きるかわかんないっていう気持ちでは自分はそういうふうに持ってますから。 東北のの地震の時、やっぱり、えー、宮城県沖がその大きな地震の前に震度マグニチュード4ぐらいですかやっぱり連発してたんですよねその兆候があったんですねその後ドカンと来ましたからまあ他の地震は知らないですけど、まあ、もちろんね急にドカンと来るのもありますから何とも言えませんけど一応ねそういう傾向だけはね 確認してるんです、ね、まあこのチャンネルではいざという時の、うん、備蓄の食料とか水とかと同じように薬も、うん、考,え考えておいた方がいいですよってことですね例えば明日病院で今日明日切れますともう備蓄の,あの予備の薬ってないじゃないですか。 そういうういのもねね先生と話してどうなんですか、ね、法律的にかなり難しいと思いますけどでも結構自分もそうでしたけどある程度処方される量がありますよね若干多めにあの処方してもらってましたでその分は最初の頃ちょっと備蓄に回してましたねうんもともとたくさんの量じゃなかったんで少しだけ増やしてやして ももらうっていうのもねちょっとした、うん、テクニックなんですよね、うん、でもいろんな話聞いてると結構備蓄してる人多いですよ。うん、ね一回もらうたびに一錠ずつ何錠かずつ外したって塵も積もればっていう話ですから、うん、まあオーバードーとかそういう,うーんこともあるんで、うん、医者はね多めに出せませんけど。 そういういことですね備蓄して安心を得ましょうってことですね。これね何だと思います自分も何だと思って今初めて触ったんですけど女性だったらわかるんでわかるんでしょうね。何なんだと思ってこれ子供がいるわけじゃないしこうやって回してれ刺さっててこれ多分ですけどほっぺたか中にこれこうやって。 パパパパン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 するんじゃないですかでこれなんかここに入れられるのってなんか知らないですけど女性の方だったら分かると思いますがこれ中に網みたいなのがあるんですよねもしかしてこの網の中にその粉なりこういう粉なりが入ってて少しずつ口からこの網を通して出てくるのかなと思いますね。匂いも若干するし うん、まあそんな感じですね。初めて開けましたね。まあ以上です。穴蔵でした。ありがとうございました。失礼いたします。